ナナプレチャンネルのヨッシーです。本日ご紹介する商品はシチズンのサテライトウェーブ X です。こちら宇宙とつながる時計というコンセプトのもとですね、美しい文字盤と近未来的なデザインが特徴のモデルです。どうぞ最後までお楽しみください。リビューザーウォッチ。はい、こちらはですね、今回ご紹介します2024年9月発売のシチズンサテライトウェーブ X でございます。このモデルはですね、2014年に登場したエコドライブのサテライトウェーブ F100、 そこから約10年、その10を意味する X をつけたまさに進化系なんですよね。今回ご紹介のモデルはこの2つです。商品番号が CC3097-52E のこちらブラックと CC3097-52L のこちらネイビーでございます。どちらもメーカー希望小売価格が税込みで198,000円、当店販売価格で税込み158,400円となっております。いかがでしょうか。まずですね、目を引きますのはこのモデルの最大の特徴とも言えますこの文字盤ですよね。宇宙をですねモチーフにしたダイヤルカラーになっておりまして、夜空に広がる星々をですねダイナミックに表現いたしております。これがですねまあ綺麗で、光の角度によってこの星々の輝きが変わるんですよね。まるでですね宇宙の一部を手元に感じさせてくれるような、そんな仕上がりとなっております。そしてそしてこの美しさを強調しながらも高級感を感じる要因になっておりますのが、超立体構造と言われるこのダイヤルデザインです。なんぞやと言いますと、この文字盤内ですね、中央部分や外周部分、こういったところに様々な高低差が作られているのお分かりになられますでしょうか。ここの部分も角度によって光の反射が変わって、なお美しくなお高級な印象を出しているんですが、こういう立体感っていうのはよくあるのが、いくつかパーツを組み合わせることによって高低差をつけている、そんなケースなんですよね。ただですね、このモデルはですね、このダイヤルが全て一体型、いわゆる一体成形っていうものが使われております。つまり全てのパーツが一つで構成されているということです。それによってですね、この複雑かつより高低差のある凹凸を実現しつつ、パーツを1枚にすることによって透過率、透明度も上がりまして、この綺麗なですねラメの混ぜ込みや、より美しく光らせるための濃いネイビー、こちらが実現可能になったんですよね。まさに進化ですよね。この小さい文字盤の中に本当にですね、いろいろな技術が組み込まれておりまして、時計好きとしてこういうのってめちゃくちゃテンションあります。実際ですね、腕につけてみるとこんな感じでございます。どうでしょうか。ケース全体がですね、鋭角にカットされたシャープなデザインとなってます。このプッシュボタン、これもいいですよね。しっかり厚みもあって操作性もいいですよ。またリューズデザインですね、ここもですね特徴的でアクセントになりつつも、全体のですねイメージを壊さないようにデザインされてるんですよね。このモデルのサイズは縦が 49mm、 そして横が 45.5mm で、厚みですねこちらが 13mm となってます。そして重量が 95g ですね。結構ですね、時計としては大きめのサイズなんですけども、この4隅ここにですね大胆にですねカットが入ることで、いい意味で主張が抑えられておりまして、僕の腕周りがだいたい約16センチぐらいなんですが、少し平均より細めなんですけども、どうでしょう、全く違和感ないですよね。またですね、素材こちらもチタン製ですので非常に軽くてですね、長時間つけていただいても疲れにくいように設計されております。このメタルバンド自体も徐々に細くなっていくテーパード仕様になっておりまして、これですねデザインコンセプトとしてありました宇宙とつながる、それを体現するように人工衛星、このソーラーパネルっていうのをイメージしたバンドになっているんですよね。チタン製で軽く肌へのフィット感も良いので、すっと腕に馴染んでくれます。ただ単に宇宙を表現しようだったらラメ入れとくかっていう、そんなですね簡単な話ではなく、細部にわたってですねより美しく
よりかっこよくを追求した結果、10年の時を経て進化した今回のモデル。もうね、そりゃかっこいいっすよ。これぞシチズンっていうこだわりがすごいです。今回のモデルのカラー展開は2色。先ほどからご紹介しておりますこちらネイビーの他にこっちですね、ブラックでございます。このブラックもですね、間違いないカラーですよね。まあ、ブラックはよりフォーマルな渋い印象になりますよね。ブラックとシルバー、この組み合わせはやっぱり最高かなと思います。より武骨な男らしさが欲しいならブラックなんじゃないでしょうか。ネイビーとブラック、お値段はどちらも同じです。それぞれに異なる魅力ありますよね。では次に機能をご紹介していきますが、ずらっとこんな感じです。まあ、かなり高性能な時計になっておりまして、まあ、一つの特徴といたしましてはこのキャリパーですね。こちらは F150 ムーブメントを搭載しておりまして、 GPS 衛星電波の受信が可能なモデルです。人工衛星からの電波を受信して時刻を自動で修正補正してくれるんですが、つまりですね、これどういうことかと言いますと、世界中どこにいても常に正確な時間を保つことができるということです。通常の電波時計っていうのは地上にですね建てられている電波塔から電波を受信しておりますので、実はその電波をですね受信できない国や地域もあるんですよね。その点このモデルはですね、宇宙から電波を受信しておりますので、そんな心配は不要でございます。電波時計として完全に上位互換の機能になってます。また当然エコドライブを採用しておりますソーラー時計ですね。なので光さえあれば充電可能ですので、電池交換も不要で使っていて便利で、かつ地球にも優しい時計です。シチズンサテライトウェーブの X をご紹介いたしました。思わず語り咲くような魅力たっぷりのこのモデル、ぜひご検討してみてください。ナナプレでした。バイバイ。